ソニーショップスへは店長の片山です。はい、前回の動画に引き続いて本日もソニーのウォークマンの説明をしていきます。今日ご説明をさせていただくのはこちら、ウォークマンの A の100シリーズになります。前回の動画でご説明をさせていただきました ZX500 っていうのはね、ソニーのウォークマンの中でもピラミッドの上の方の高級商品という形になります。で、こちらの A の100シリーズって言われるものはお求めやすい値段で、なおかつ高音質なモデルになっております。で、このウォークマン、前回の A の50シリーズと比べてハイレゾ対応になっているっていうところは同じです。良くなっている点、その1、Android OS が搭載になっておりますんで、スマートフォンと同じような感じで使っていただくことができます。YouTube を見ていただいたり、ゲームを遊んでいただいたり、スマートフォンと違うなと思うところが、電話ができなくてカメラがついてないということ。それ以外はほとんどのことで同じです。なぜ Android OS をね、搭載したかっていうと、最近話題のストリーミングサービス、Spotify、Our、Google Music、Amazon Music などにもね、対応しております。Wi-Fi 対応になっておりますんで、このウォークマン自体を Wi-Fi につないでいただいて、直接ストリーミングの音楽をいい音で鳴らしていただくことができます。パソコンとウォークマンをつないで、データをウォークマンに動かして音楽とかをね、視聴するっていうことが多かったんで、やっぱりどうしても面倒くさい。このウォークマン1台のみでストリーミングまたはダウンロードサービス聞くことができるっていうのが、とっても便利になったんではないかと思います。違いその2、ウォークマンのね、 A の50シリーズになります。で、パソコンとつなげていただくときにはね、このお尻のところにウォークマンポートと言われるものがあるんですけど、それにウォークマン専用のケーブルをつないで、これで充電またはデータの転送ということになってました。汎用性がないんで、非常にこれなくなったりとか線が切れたりしたときに困ってました。この新しいウォークマンは USB のC コネになりました。ウォークマンの後ろ側に差し込む形になっております。ケーブルが変わっただけの話なんですけど、便利になったと思います。そもそも論から言うとね、もっと早くこうするべきだったんじゃないかなと思います。使ってるとね、本体自体がちょっとほんのり暖かくなります。黒い方の方が全モデルの A の50シリーズ、赤色の方が A の100シリーズになります。大きさの方、高さの方なんですけど 97.3mm、 A100 シリーズの方は高さの液晶パネルの方は A50 シリーズは 3.1 インチ 800×480 ドット、新しくなりましたら 3.6 インチの 1280×720、 これも HD パネルになりました。 116% 大きくなりました。通常のウォークマンのアプリになるんですけど、 Android 搭載になりましたんで、このウォークマンアプリを押していただいて同じような状態になります。通常のホーム画面、1個下がっていただいて、今聴いてる曲、再生リスト、お気に入り、ブックマークのような機能になります。で、この下が音の設定画面になっていきます。使い方がね、ほとんど一緒です。ウォークマンアプリを使っていただきましたら、高音質で再生することができます。設定、
音設定。 YouTube の音だったらゲームの音っていうのはメディア音量って言われるものになるんですけど、音楽だけはマスターボリュームっていうところで良い音にしていく形になります。こちらの方でマスターボリュームの変更ができます。ウォークマンにセットで付いてるハイレゾのイヤホンの方が形が変わりました。こちらが以前のイヤホンになります。イヤホン自体の大きさが 50% ぐらい小さくなっておりますんで、軽くなりました。ノイズキャンセリング機能、外音取り込みは付いております。じゃあちょっとつけてみますね。いいですね、これ。つけ心地は非常にいいです。100シリーズというだけありまして、中のメモリーの大きさによって品番が変わっていきます。ハイレゾのイヤホンのセットになっている商品もございます。ハイレゾ対応のイヤホンをお持ちでない方はセットの商品を購入されたらよろしいんではないかと思います。これからね、新しい流れのウォークマンが発売していくんで、店長的にも売れ行きがとっても気になっております。お近くにお住まいのお客様、ぜひ当店にてご注文の方お待ちしております。また全国のお客様でね、そこまで行けないよと言われる方、この下の動画の概要欄のところにリンク先作っておりますんでね、そこからぜひ購入の方よろしくお願いします。当店の実績になりますんでね、本当にここから買っていただくとすげえ助かります。岡山駅西口正面にありますソニーショップ清和です。ソニー商品のことでしたらね、私片山にお任せください。ぜひお店の方で皆さんのご来店をお待ちしております。今日は以上です。バイバーイ。この A100 シリーズ、やっぱり台数が売れていく商品になりますんで、私的にも力が入っております。発売日になりましたらこちらの商品展示いたしますんで、商品、実際の商品が見たいと言われる方、ぜひ当店まで来てくださいね。待ってます。